はいどうも、なおちんです。さあ今日はライザのアトリエ3やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ全クリをしましてレベル上げをしました。レベル上げをしたところかなり簡単にレベル100まで上げることができました。このゲームレベル上げむちゃくちゃ簡単です。むちゃくちゃ簡単で、レベルを上げた場所なんですけども、ここラストステージですね。ラストステージの中層です。中層居住区のランドマークのあるすぐ下あたり。このあたりがとにかく経験値が美味しかった。レベル80とか90代になっても一回戦うと、レベルが上がったりするので、ここの敵が、レベル上げには向いてるみたいですね。レベル70から100まで1時間かからなかったね。1時間かからずに上げることができました。で、今ね、俺難易度をノーマルでやってるんですよ。なので、レベル100になりましたので、強い敵とちょっと戦ってみようと思います。カリスマか、一番強いのは。ハード、ベリーハード、カリスマ。じゃあちょっとカリスマでどれぐらい強いのか試してみます。確かこいつが結構強敵だったよな。戦ってみましょうか。で、ステータスですけども、こんな感じですね。攻撃力、防御力、素早さ。まあ、1000ぐらいです。まあ、そこそこ上げたんじゃないかな。これで挑戦してみます。もう、ノーマルの敵だったら全く問題なく倒せるんですけども、カリスマだったらさすがに強いか。あ、全然減らないわ。あ、で敵の攻撃速度が全然違う。おう、あ、なるほどね。これは結構強いかもしれない。でもまあ減らせるには減らせるね。これ以上の難易度ってないよね多分。おうおう、なるほど。確かにノーマルはもうぬるかったのよ。もう敵が弱すぎて。おーおー、減るね。思った以上に減るぞ。これだったらば戦闘が、ちょっと待って、ガードしたって今の面白いとは思う。 OK、 ちょっと待って、状態以上で動けなかったね。いいんじゃない。これだけ歯応えがあれば。で、経験値とかは確か変わりはなかったよね。確かね。 OK。 でもまだ倒せないな、これ。全然倒せない気がする。おいおい、 HP 高っ。いけ。あー、ミスった。そんなにね、これ戦うゲームでもないですよね。そこまで俺ラストステージまであんまり戦ってこなかった。あ、経験値全然変わんないわ多分。うん、難易度が上がっても。そうか、なら難易度を下げてレベル上げをした方が良さそうですね。あ、でもまあ戦闘を楽しみたいならば難易度を上げるっていうのはすごくいいと思います。はい、ということで今日はレベルマックスまで上がりましたので難易度を最大にして戦ってみました。ノーマルとカリスマでは全然違う、強さが全然違うね。でもレベル100で装備がある程度揃ってればなんとでもなる感じです。ちょっとこのカリスマでもう少し、素材集めなど頑張っていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。